帰りますよ。メガネ、服、みんな違うのになぜ分かりましたか？それ、いつも身につけてるみたいだから。分かりましたか？いつ？ニュースに出ましたか？違う違う、帰りますよ。あいって、つかまた逃げた。 ちゃんとします。
가기 싫다고 안 가. 더 놀고 싶다고. 제가 당신을 죽이겠습니다. 気ままなお嬢さんに3ヶ月もつけなきゃいけないんですか。冗談じゃないですよ。嫌です。絶対嫌ですから。なんだ。僕がやります。ダメ。ユナのご指名なの。わかんないな。たった一杯のお酒で酔っ払って引っくり返って、挙句の果てに大将さんにお世話になって、なんでクビにしないんですか。マジで。俺はむしろクビにしてほしかったけどな。わかった。 浩平さんならどうにでも扱えると思ったんじゃないです。どうにかく私はあんたのボディーガードとしての資質を認めてんの。頑張ってちょうだい。嫌です。断ったら会社クビだよ。天体観測するには先立つも必要でしょう。今日から数えた99日間ちゃっちゃと働く。99日ほう。クランクアップまで数えて99日。俺数えたんですけど、99日目ってクリスマスイブなんですよね。クリスマスイブ、ええ。 ダメです。ダメ。絶対ダメ。その日は小熊座流星群が最高に綺麗に見える日なんです。だからずっと小熊座ね。イブまで欲しいっすよ社長。なんだよ。なんだよ。行かねえぞ。絶対行かねえからな。失礼します。自己紹介。なんだか知らないけどご指名に預かりました並木浩平です。 今日から皆さんのボディーガードを務めさせていただきます。けど、なんで俺なんですか。よりによってクリスマスイブ。サボテンは静かにしてて。あ？何も見ない、何も聞かない。必要最低限のこと以外は話さない。ボディーガードはいざとなった時商品を守ってチクッと刺してくれればいいのよ。商品って人のこと、サボテンとか商品ってあんたね。サボテン。あ？ じゃあ、あと10分で高鍋さんより少しだけ早くあるのよ。サボテンって本当に私を守れるのかな。サボテン。あの女ムカつくな。 行こうか。何やってんですか。早く次の人に着替えますよ。はーい。すいません。あなた後ろ。はい。純吉。 今日の俺はどうだ。いつもよりかっこいいと思います。俺は常に進化し続けてるからな。俺は昨日の自分には絶対負けない。3分前の自分にも負けない。トップを走り続けるということはそういうことだ。勉強になります。 お時間です。あ、もう3分経った。よし行くぞ。浴槽室の主人公チェ綾香役を演じられます、ハン・ユナさんです。そしてそのヒロインを助ける脳外科医土屋守役を演じられます、高鍋大和さんです。 高鍋です。素晴らしい共演者と優秀なスタッフの方々とご一緒できて、僕にはドラマの神の祝福がすでに聞こえてるようです。<笑><笑>最後まで一緒に頑張りましょう。続きまして土屋守が務める脳外科医ユナは一番高橋役、俺見てるか。いえ、
岡野です。憧れの奥ゆかしいんだな。ますます気に入った。とても興奮しています。彩香の親友である一番の理解者です。石川優子役の水口和代さんです。すいません。皆さんこんにちは、水口です。やっほー、ボディーガードうまくいってる？また、どじってんじゃないの？よろしくお願いします。ボディーガードなんて務まんのかな、俺。それではまず1話から本読みさせていただきます。今回は特別に監督の私がトガキを読みます。たくも。よろしくお願いします。はいはい、サボテンなんですよね、サボテン。リワも読むなら読むって先に言ってよね、もう。彩香の子供の頃の記憶が断片的にフラッシュバック。彩香ユナの目につかないところに捨てておいてちょうだい。海の生き物の図鑑を見ていた。わあ、ウミウシって可愛い。これって。病院のベッドの上、記憶を失ったことを知った彩香が医師、土屋に訴えます。身元を証明するものもない、自分がどこの誰だかわからない。先生、私これからどうやって生きていったらいいんです？一体どうやって生きていったら。諦めるのは早いです。何かの弾みで記憶を取り戻すかもしれない。それにね、あなたには私がついてる。医師として最後まで諦めないことを約束します。ありがとうございます。こんな私に温かい言葉を。はい。どうだ、さすがの韓流スターも僕の魅力にバッチリハマっただろ。おい、お前見たよな。見たよな。はい、見ました。確かに今こそ戦いの火蓋は切って落とされた。純一、俺が反ユナという高くて美しい城をいかにして落とすか、とくとその目に刻んでやる。どうしたんですか。ユナに誘われた。ハッチよ。やば、早すぎ。あー、くんなったー。すごいっすよ。